皆さんこんにちは、ポンチーです。今日は土曜日でございます。毎週土曜日は夜の19時から渋谷クロス FM アーティスト演舞という番組でレギュラーとして MC を務めさせていただいております。番組のモチーフが部活動ということでマネージャーも務めさせていただいております。今日は土曜日ということでそのラジオの生放送なので行ってきまーす。さあということでアルファエンタープライズさんの事務所で生放送の打ち合わせが終わりまして、いつもそこからスタジオに移動しているんですけど、スタジオに到着しました。裏口の方でーす。まあコロナウイルスの影響もありまして、こっからは本番も含めずっとマスク状態なんですけど、それはご了承くださいということで、ちょっとせっかくなんで試着してみようかな。みんなにタヤさんでーす。我が番組のタヤキャプテンでございます。あれやってください、いつものバッキュー。出た出た。カリニウムメンバーでーす。カリニウムのアサとアミティとケンちゃんでーす。ちょっと控えめじゃない？裏なんで。あ、裏だからね、静かにね。こんな愉快なメンバーでお送りしております。本番前だよね、みんなね。はい、いつもこんな感じだよね、うん、自由な感じで。テーブルの上も汚くて映せないやつ。頑張ろうね、今日も。頑張ります。キャプテンお願いします。頑張ります。かわいい。あ、本気がやばい。よし、そろそろ生放送で数年やらせていただいてるんで、1分前だって。行ってきまーす。思いのほか行っちゃったみたいなのはあるけど、今はもう、うん、そんなことない。早いですよね。ちょっと遠くすると見えるんだよね。老眼だ。老眼だな。いや、俺はなんか。ということで、渋谷クロス FM アーティスト演舞生放送終わりました。見てくださった皆さんありがとうございました。こんな感じで毎週土曜日はレギュラーで出演させていただいておりますので、ぜひ機会があれば皆さん生放送ネットから無料で見れますので、ぜひ見てみてください。ということで、ポンチーのラジオに密着してみたでした。次回もまた見てくださいね。じゃんけんポン。